沖縄どう考えても沖縄っていうのが今度の戦争には一番大変なことが起こっとるんですわね、はい、結構残ってるんですけど、それを残していけるか自分で考えた時に、のまる少年だ、まるで土人みたいな扱いですね。ここがですね、集団自決場です。二人は6年かけて場所もテーマも様々な沖縄戦の図全14部を書いていった。その作品を一つ一つ辿っていくと、画家の思考の軌跡が見えてくる。はい、それでは、今日はですね、映画、丸木位里・丸木俊、沖縄戦の図全、14部、という、まあ、ドキュメンタリー映画のですね、監督されました、川村監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、おはようございますかな、これもしかしてね。あ、時間、そうですね、はい、時間帯的には、はい、まあ、一応10時45分から配信開始なんですけども、夜中でも見れるので、はい、わ、はい、かりました。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、まずですね、監督から簡単にですね、この作品がどういう作品なのかの、をお伝えいただければと思います。もう一言で言っちゃうと、はい、多分皆さん、丸木位里さん、丸木俊さんって言っても、ご存じない人がいるかもしれないんですが、はい、まあ、世界中で知られた画家なんですね。で、それなぜ世界中が知ってるかっていうと、終戦直後に、広島に原爆が落ちた直後に二人が入って、当時まだ原爆のどんな被害があったかってことをプレスコードでほとんど、まあ、外へ出せない時代にもう原爆の図っていうのを書き出したんですよ。本当に核兵器っていうのはこんなにね、もう人間、地獄杖を作り人々を虐殺しという、それを非常にリアルな作品に書いたことで、もう本当に核兵器の恐怖とか、核兵器をもうこれ以上人類は絶対使ったら破滅だっていうことを、その原爆の図で見事に表現した画家なんですね。で、その二人はやはりその絵を描いたために、まあ、アメリカにもアジアにもヨーロッパにもその絵を持って巡回展をやったりして、世界中の人が核兵器のその本当の姿を知るきっかけになったというすごく大きな仕事をした人です。で、それが前段なんですが、実は二人はその後常にこう20世紀の人類が犯した大きな罪って言いますかね、戦争が起こす悲惨な現実を、例えばその太平洋戦争の南京大虐殺とかですね、アウシュビッツの図とかですね、あとそれは戦争だけじゃなくて、もう企業の公害問題、水俣の図とかですね、足尾鉱山の図とか、そういうこう非常に権力のもたらすこう、なんていうかな、普通の人をこう犠牲にしてこう経済が進むとか豊かさを求めるっていうことに対して、常にこう強い態度でノーって言い続けてた二人なんですよ。はい、はい、沖縄戦の図まで行っちゃいましょうか。あ、もう行っちゃってください、行っちゃってください。はい、それでその二人がもういろいろなテーマの作品を書き終えて、最後の最後、本当に最晩年になって取り組んだのが沖縄戦の図という、ちょうど沖縄戦で起きたことをなんと全14部の作品として書き上げたという仕事があって、はい、で、それは最初に申し上げたように、原爆の図のことは知ってる方が多いんですけど、沖縄戦の図ってほとんど知られてないんですよ。うん、みんな丸木さんたちが最後にそれ書いたってことも知らない人も多いので、うん、この時代に改めて絵を、こんな絵が日本人が書き残して、
で、過去の戦争のことを話してるだけじゃなくて、もう本当に今、半分戦争にが、こうなんか、片足戦争に向かって進んでるこの世界の中で、もうウクライナもそうだし、中国もそうだし、いろんなところで戦争が起きてる中で、もう絶対戦争を起こしちゃいけないってことを、まあ、皆さんに感じてもらえる。そのために、やっぱり沖縄戦の図のアートドキュメンタリーを作りたいと思いました。はい。はい、そうなんですよね。だから、私も、おそらく道徳の授業とかの、教科書で、丸木夫妻のその原爆の図とかは、まあ、全部じゃないと思うんですけど、一部、うん、見た覚えがあるんですよね。で、ただ、残念ながら丸木夫妻の名前では覚えてなくて、そういう 図画があるということを見て、その悲惨さを感じるっていうようなぐらいでしかなかったんですけども、まあ、今回この映画でその沖縄戦の図というのがあって、でどういう経緯でどういうふうに制作されていったのかというのを、まあ、見事にドキュメンタリーとして追っかけていかれるのを、まあ、見させていただいて、もう非常に勉強になりました。はい、結果的に沖縄戦で何があったのかを追っかけていくことになってるっていうことが、うん、まあ、絵の制作過程を追っかけてるんですけど、結果的には沖縄戦の記録にもなっているっていう側面もあるんじゃないかなってすごく思ったんですけども、ちょっと視点を変えると、はい、今すごくそのリアルとバーチャルって今の一番のテーマじゃないですか、うん、はい、でやっぱりほとんどその仮想のこととリアルのことの、うん、境が曖昧になってて、うん、でそれがまあ IT とかね、その AI とか、もう我々が映像を見るときにやっぱりどうしてもスマホでとか、うん、まあネットの配給とか、場合によっては映画見るときもテレビの画面で見たりしますよね。はい、はい、でも私がやっぱりね、この沖縄戦の図に出会ったときに、うん、本当にこう感じたのは、まず絵の大きさなんですよ。はい、はい。1メーターと8メーター50。で、そういうのってこう、画集にしたり、絵はがきにしたり、うん、まあ、それで見ることができるんですけれど、うん、やっぱりリアルな絵を見た時の、すごいこう、圧倒的な感情って言いますかね。はい、その絵に、こう、自分が、こう、向き合った時に、もう全身、いろんな、感覚とかいろんなことをものすごく感じたような、つまりリアルなものに見えた時に、やっぱりなんか一部のアートっていうのは、うん、やっぱりその複製とかなんかじゃなくてリアルなものを見るっていうのが基本だと思うんですよね。はい、もちろんじゃあ美術館に行って見ればいいんじゃないのっていうこともあるんですが、うん、実はこの絵がですね、ものすごくいろんな情報とかね、いろんな画面とか、もうものすごい数の、その、人物が描かれてて、はい。実際の美術館に行っても、なかなか何がどう書いてあるかってわからない、うん。で、どこ見ていいかわかんないし、うん、もうやっぱりちょっとショックのあまりですね、こうなんか、目を背けたくなるぐらいのパワーがあるんですよ。うん、はい。で、それを、やっぱ、私は、だから、この絵が持ってるすごい意味、現代的にも、過去のことを書いてるんですが、戦争っていうのは人類が昔からずっと繰り返してる、きた、うん。で、これからもなかなか戦争をやめようっていうような政治とかね、世界の状況じゃない中で、やっぱりこの絵が一人一人がなんか見たときに、自分の感性とかね、心が動いて、なんか頭とか知識で戦争は悪いとかね、怖いとか、うん、絶対やっちゃいけないってことは、誰でも思うかもしれないけど、うん、それはこうどっかで知識、頭に、こう、そういうことを感じる部分に伝わってるんですけど、人が動くときって心が動かないと、はい、気持ちの方から自分がなんか次にどう考えるべきかとか、何か新しい行動を始める
とかってそういうことが始まるので、アートによってそのこの沖縄戦を伝えるってことがやっぱり一人一人の感性に訴えていく今までにない形の記録映画になるのかな、なったらいいなって、最初はあのゴールとか見えてないんで、まずそんな気持ちになってこれは何とかしたいってとこから始まりましたね。はいはいはい、始まりが、この映画の始まりがね、まず最初にそのまあ三線で沖縄民謡を歌われてるあの彼女がいるじゃないですか。彼女の言葉から始まるっていうところが僕はミソだと思っていて、やっぱり現代と沖縄戦っていうものを全く隔絶したものにしてしまうとおかしな話になるわけですよね。で、現代とどうつながるかっていうところで言うと、やっぱ現代に生きている人がどう感じるかっていうところを追っかけないと、ドキュメンタリーとして当時の人たちの言葉だけを拾うのではなく、現代に生きて活動している人たちの言葉を一番頭に持ってこられたっていうのは僕は一つのメッセージじゃないかなってすごく思ったんですけど、この辺はどうですか？なんかアートで、沖縄戦を伝えるってことで言えば、筑文の2人は、沖縄民謡で戦争を伝承するっていうことをやってて、すごくこう方向が同じなんですよね。でしかも世代がすごく、もう若い沖縄の内南中の女性なんで、結局、こういうことってこう、ある程度、よくいろんな本を読んだり知ってる人が確かにこういうことが起きたってことをこう伝えるだけではそれは過去のものにどんどんなっていくので、世代がどれぐらいこうつながっていくのか、だからおじいちゃん、体験者がいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、親がいて、その子供がいて、さらにその下の本当に小学校低学年のぐらいの子供たちも、絵というのはそういう自由に見ていいし、見た時には一人一人がいろんな思いを持てるわけですから、はい、アートの力っていうのは世代をつないでいく、時空を超えるっていう言い方はまだ通俗的なんだけど、その過去のものを見てるんじゃなくて、今その絵を見てる自分、常に今現在っていうところがアートの力だと思って、それがまあ民謡の彼女たちもそういう存在であるし、例えば美術館に行って小学生が見ても、それなりの思い方をするわけですよね。そうですね。それがないと本当にこう戦争をやめて世界が平和になって、でみんなの本当のまあ幸福とか幸せになかなか実現、お金だけで実現できないものだと思うので、そういうことも絵から何か感じてもらえれば一番ありがたいですよね。実際沖縄戦の図の絵の中にもね、そういう仕掛けがすごくされてるじゃないですか。そうなんですよね。要はその、やっぱ親子の図みたいなのがすごく多かったりで、あるいはその時の子供がこうまっすぐ見てる眼差しとか、その子供、それから大人で、あるいは、例の皇太子、まあ現上皇ですけど、上皇夫妻ですけど、が姫百合の訪れた時の絵を描きながら姫百合のそのかつてをもう描き、そして見ている我々は現代であるという、そのまあ過去現在未来じゃないですけど、そういうものが実はあの絵の中に存在してるとか、もうまさにおっしゃってる部分を描いてらっしゃるのがマルクス夫妻の絵なんだなっていうのは、すんごく思うんですね。時間で言うとあと死者も入ってるんですよね。そうですよね。変わったものも行って、すごく沖縄で言うとおじいおばあがいて、ね、小さい子供を育ててる母と赤ちゃんもいてっていう、こうなんていうかな、人間丸々その戦争になると全部それが壊されていく、本当に直面した時に全てを失ってしまう
ていう、なんかそういうことを、まあ、あの理屈っぽくなくて、画家の力量がすごくあるので、とってもあれですよね、あのこう生々しい下絵を描いたりとか、残酷なシーンではなくて、登場人物はすごく綺麗な顔をしてたり、沖縄のその伝統的な本当にあのいい沖縄の着物を着たりね、見てる人がこうなんか戦争っていうもので何が奪われていくのかっていうのをポジティブな面でもすごく書いてあるところが、あのやっぱり芸術の力ですよね。そうですね。うん、あの、まあ、特にその、まあ、14部あるっていうところが、おそらくこの作品のポイントなんだろうなと思うんですけど、あの沖縄戦追っかけつつも、あの最後僕すごくそうだよねってすごく思ったのは、あのその同じガマなんだけど2つのガマで結果が違ってしまったっていう、あのそれをあの別々の絵で描いてるじゃないですか。一つはもう、集団自決、まあ、あの無理やりあの死に追いやられるっていう状況の中で、あのたくさんの人たちがお互いを殺し合うみたいな状況が生まれてしまったガマがあり、ちびちりのガマですかね。はい。ちびちりね。シムクラマってね。はい、そうそうそう。シムクラマ。だから、で、かたや、たまたまそこに、ハワイから帰ってきた人がいて、その、まあ、米兵が言ってることを、いやいや、大丈夫なんだっていうことを信じて、出ていったがために誰も死なずに済んだっていう。すごいことですよね。ね、すごいですよね。で、でそれを人間描かずにガマを描いたことで、ガマとそこに流れるその水の流れを描いたことで表現してしまうっていう、でそしてそれが水の流れとともに未来に向かって希望を持たせてるっていう、あの絵が素晴らしいなっていうか、やっぱり丸木夫妻も最後どこかに希望が欲しかったっていうあのナレーションが入ってましたけど、でもまさにそうですよねっていうあの気はしたんですよね。今のコメント多分ね、丸木夫妻さんが存命だったらめちゃくちゃ喜びますよ。はい、本当ですか。丸木夫妻さんって前衛水墨画家なんですよね。はいはいはい。しかもあそこは人間描かないで、うん、まあ、ガマっていうのは沖縄のね、サンゴ礁独特のその地形で、はい、ああいう洞窟がものすごくあるわけじゃないですか。はい、でそれを、まああの人じゃなくてそれだけの歴史的な大きな出来事を見事にこう一枚 の、 あの水墨画のようなものに表して、うん、はい、一方ではものすごくリアルに、うん、チリガマの本当に家族が、はい、本当にあの小さな子供の方があのガマの中で亡くなってるんですよね、はい、あの家族の手にかかってね、うん、これを2つ最後の最後になって書き上げて、うん、はい、でそれで13まで行って、はい、でいよいよ最後に行くわけですけど、そうですよね、そうしてもらったのがいいかなと。で14がラストのね、うん、いやだからあの大獅子のね、あの最後の大団円って言っちゃう言い方がいいのかどうかちょっとその沖縄戦という性質上は僕は何とも言えないんですけど、でも映画を撮る人間からすると、まあ、まあそこはもうラストシーンですから、そのラストの中にやっぱり、過去現在未来のあの全ての人たちがそこに集ってるっていうあの絵を描き上げられたっていうのはもう多分最後まで見終わったらもう涙流すやろうなぐらいのあのまあ構成でもあり、あの二人の構成なんですよね。ね、そうですね、はい、だからあれは僕本当に思ったのはこの映画を見た後でみんなで沖縄の、うん、あの先の美術館に行って見るべきだと。なぜならあの残念ながら美術館で見てるだけではその絵だけから得られる情報になっちゃうので、うん、その背景をやっぱり知ってから見た方が絶対にあの意味が伝わると思うので、はい、それすごく思いました、はい、そうですよね。あのでも2人書き出して最初からゴールが見えたわけじゃなくて、そうですね、はい、始めて6年間かけてますから、うん、どうしようかと、で順番に書いていくんだけど、うん、2人もものすごく沖縄のことを知ったり、うん、いろいろなことを感じたり怒りもあり、ただ
やっぱアートっていうのは希望を描くもんだから、はい、じゃあどうやって句読点が打てるのかってことを考えた末に、うん、14部の読谷村の、まあ、残波おじしになったんですけど、ちょうど読谷村はすごく小さな村なんですけれど、はい、すごく戦後の民主主義とかね、うん、平和とか反戦的なことを村を挙げて追求した小さな村なんですよね、はい、そこの人たちと一緒になって丸木入さんとトシさんは読谷に暮らしながら、うん、やっぱりなんかそこに戦後の希望みたいなのを感じて、うん、よしこれでゴールだって書いたあれがその作品なんですねと思いました、はい、いやいやいや、もうあれはもうあのラストあれがドーンってきた時に僕は正直感動しましたね、はい、うん、うん、大したもんですね。あのだから原爆の図で知られてますけど、はい、もちろん原爆の図から始めて、うん、日本のその2人の丸木夫妻が成し遂げた仕事、うん、平和のためにそれはすごく後世まで残る大事な仕事で、うん、それをみんながもう一回知ってほしいって気がしますね、うんうん、あのまあこちら大阪っていうか、まあ、関西での公開が、まあ、7月の28から、まあ、8月にかけて、はいはい、まあ、公開という形になるんですけども、うん、もう本当に、まあ、終戦の日がね、まあ、8月15日っていうのがまずありますし、うん、まあ、その前にまた、広島長崎の原爆っていうのもあって、ね、戦争を考えるその、うん、まあなぜか日本人はまあこの夏に戦争を考え直すというか考えるというタイミングだったりとかするので、僕はもうあの今年の夏はあの皆さんにこの作品をそれぞれ あの劇場で見ていただきたいなと本当に強く思いました。いやいや全くそうでね、はい、最初のリアルとバーチャルって話したのは、はい、あの絵の大きさを考えた時に、うん、スマホの画面とか、はい、ネットの配信である大きさの画面を見るんじゃなくて、実はあの絵に匹敵するのは映画館のスクリーンに投影したその画像を見ることが一番その本当の絵の体験と近いところがあると思って、でまあスクリーンの大きさも実はあの4メーター8メーター50もないんですけど、それにしてもあの大きな画面で見たときに感じるものが絶対伝わってくる、心に伝わってくるものがあると思うのと、うんうん、最初におっしゃったあの成瀬さんっていう方が、はい、沖縄戦の図で、はい、あの沖縄民謡をあの裸足でね、うん、三から三振っていうあの当時戦後は三振がなかった時に、はい、米軍があのこういろいろこういろんな食べ物を供給した中にビスケットの缶があったんですね、こんな。はい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 。あれを、うん、あの三味線のこう弦を張って、缶から三振っていう、もう戦後の沖縄の象徴 あの三振で弾いて、裸足で弾いて、あの絵の前に立って、しかも絵をバックにするんじゃなくて、絵に向かって実は歌ってるっていうのは、うん、あの絵に描かれた亡くなった人に向かって、まあ、何かこう供養のようなね、うん、語りかけるような形で歌ってると思うんで、はい、なんかそういうこう感じは、はい、まあよく映画なんかを見てる方はあなんとなく伝わるかなっていう感じ、まさに最初のシーンをおっしゃったから、はい、なんかそういうのを感じたんだなと思って、あ、いや、もうものすごい感じましたし、 あの時のカメラワークをものすごい頑張らはったっていうのもよくわかります。360度回りながらね、そうだからその、向かってるんだよっていう背中とその絵を見せつつ、 でも表情も撮りたいからぐるっと回るっていうあのカメラワーク、うん、そうですよね、撮りたいっすよねって思いながら見てました。あ、バレちゃうですね。いや、どうしてもあの回してる人間からするとこの表情欲しいですよねとかそれ絶対ありますから。でもそれを 2カメラとかにしちゃうとなんかおかしいじゃないですか。あれはあの1カメであの回さはったからすごい逆に臨場感のあるいいあれになったと思いますし、はいはい、
今回ね、はい、自慢したいことがあるんですよ。ああ、じゃあぜひぜひ。それはね、実は撮影全部僕なんですよ。あ、そうですよね。カメラ、監督の名前しかなかったですもんね。はい、カメラは、だから、本当にまあ、プロの大きなカメラじゃなくて、はいはい、4K なんだけど、はい、まあ、普通のね、デジカメで撮ってたんで、はい、自分が思うように撮れるんですよね。なるほど、なるほど。ファイブのアップとか、ワイドレンズで、絵と、本当に絵と5センチぐらい近いところで寄って撮ったんですよね。はいはい、だから、監督って言われるより、僕は撮影したんだなっていうのを褒められるのが一番嬉しいんです。いろいろ回り込んじゃったんだけど、はい、普通マルチでやればねもうちょっとカチカチいけるんだけど、はい、そうですよね、はい、いやでもあれはね絶対僕は手持ちでやったからの臨場感だと思います。ありがとうございます。ほらあれなんですよ、それなんで手持ちでその設備あんまりないんだなっていうのが分かるかというと、マイクが鼻マイクで全部収めてらっしゃるんで、後ろ回り込んだ時に彼女の声がちょっとくぐもるんですよ。もうめっちゃもうプロの味方なんですけどね、マイクがね。やっぱり MA の時に音声の人なんかは、はい、監督マイクスタンドはねダメですよとかやっちゃって、ね、いやだって一人やってんだからしょうがないだろうって言ってさ。そう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 。だから音がね完全に MA でやる場合は当然ながら静音したいからもう一本取っといてくださいよっていうのはまあ当然おっしゃるんだろうなと思いますけど、はい。だから途中からなんかここにマイクつけて貼りませんでした。なんかもういろいろ見すぎですね。まあ本当にミニマムの一人で撮影と監督と取材と全部してたんで、はい、はい、そうですよね。あ、実はこの映画の、はい、クライアントっていうかスポンサーは、はい、佐喜眞美術館なんですよ。そうですよね。だから、はい、うん、美術館なかなかね、うん、絵が知られてなくて、はい、なんか来る人も少ないし、うん、苦労されてるんで、うん、予算はもうミニマムでいきましょう、うん、なるほど、なるほど。よしと実費ね。で、あと、そんな感じでやってますから、はい、まあ、道具も最低限で、ただ、だんだんそういうの気にならなくなるでしょ、内容で入ってくればね。はいはい。いや、大丈夫なんですよ。僕はちゃんと、中身はちゃんと見てるんですけど、ただ、ちらちらと見る、そういうことですよねっていうのが、そういうことなんだ、まあ、やってる人間なんて分かっちゃうというだけでした。分かるよね、それは分かると思う。はいはい。いや、だから、ご苦労されてるなっていうのはすごくよく分かりますし、まあ、その上で作られたものなので。それはね、苦労っていうよりも、やっぱり作りたいと思うものをやってるから、うん、全然苦労じゃないですよね。ただまあ、なるほど、もうちょっと余裕があって人がいたら助かるみたいなことはあるけど。そうですよね。一手間二手間いらなくなりますからね。被写体だけ撮るっていうのと、ちょっと音気にしながらっていうの全然違ったりとかしますからね。はい。いろんな多分、ね、アドリブが効くんですよ。一人で撮ってるじゃない。うん、で、結構、美術館に通って、まあ、やっぱり3時間4時間ぐらい絵の前にいたりするので、うん、たまたまね途中で沖縄戦の図の前に、うん、たまたま見えた車椅子に乗ったおばあちゃんが入ってるカットがあるんですよ、はい、であれなんかたまたま来た人がこの人、あの方たまたまなんですね。たまたまで、はい、あっと思って回し出して、はい、したらあれがまた一つのね はい、絵を見る本当になんか、うん、沖縄のおばあちゃんが、はい、涙が流れるぐらいこうあの絵で感じていらしたっていうのが、うん、やっぱりドキュメンタリー強みで、うん、それも自分で回してないと、うん、カメラマンかなんか、はい、呼んで撮ってると結構なかなかうまくいかないんで、まあ、いろんな怪我の巧妙で、はい、で作った映画ですから、ぜひ皆さんも見てもらって。あのおばあちゃんのそのなんですかね、セリフではない本当に心から出たあらーっていう簡単の声が、うん、これを描いたのねみたいなことをおっしゃった時に、あ、この人にはこの絵の意味が分かっているし、そうね、その歴史を知っているからこそ言える言葉っていうのがすごく重いんですよ。重いというかすごくリアルに伝わってくるんですよね。そうですね、はい、いや、あれが偶然だったと思いませんでした。でも
ああいうのを、まあ、どうしても従来の方式だとナレーションとかってすぐしちゃうけど、今回ほとんどそれはなしなんで、まあなんかちょっとね、絵だけで語らしめる。で、あんまり説明しないっていうのに徹したところで、まあ今回の、沖縄戦の図ができたかな、映画ができたかなと思います。もうね、とっくに10分以上過ぎてるので、まとめの、監督から見てらっしゃる方に一言っていうのを必ずお願いしているので、それだけ言っていただきたいんですけど、もう一個僕ね、どうしても確認しておきたいのは、丸木夫妻の肉声っていうのが残ってるんですか？いや、もちろんね、丸木さん原爆の図で、やっぱり画家としてはすごく、本当にメディアが取り上げることも多かった人なんで、制作プロセスとか、1983年の NHK の日曜美術館の絵と、読谷村にいた時の、キーチューロっていう、独立プロダクションが撮った映画の映像を少し見て素晴らしいので使わせてもらいました。いや、途中で、イリさんとトシさんの、トシさんが特に私が書いたところに墨を上から塗あ、られそうて、そうそうそう。あら、消えちゃってって思ったんだけれど、乾いたらいい感じで私のが出てくるのよみたいな、言葉とかすごいなんか、これ、トシさんのあれですよねとか思いながら、ただお顔とか出てこなかったんで、声だけのあれだったんで、で、途中でイリさんが多分喋ってんやろうなっていう、肉声も聞こえてきたんで、これあ、どそうこですから撮っね。てきてんやろうとか思いながら、見てたので。それだけ確認しようと思って いや、でも、要するにもう亡くなってる2人だし、そうですね。今の時点だけで2人が書いた過程をスチールだけで追っかけるよりは、本当に短くても、肉声とかね、ちょっとドキュメントがあるって、やっぱり映像は記録が重要なんで、短くてもいいからああいうのが入るっていうのはやっぱり大事ですよ。いや、まあ仕すご事く、ですあれが序盤に来たことで、丸木夫妻の、その仕事を追っかけてるんだというのがすごく強く伝わったと思います。では、すみません。もう本当に、何本編集しても切らなあかんところが増えるばっかりなので そろそろまとめということで、最後に監督からですね、見てらっしゃる方に、メッセージをお願いします。やっぱりちょっと違う話なんですけど、今年、広島で G7 サミットがあったじゃないですか。で、丸木さんたちが原爆図を描いたときに、やっぱり広島って象徴的な場所だから、あそこにね、原爆の図を置きたいってすごく願うんですよ。そうすれば、世界中からやっぱり広島のドームとかね、人が来るし、政治家も、まあ、あらゆる人たちが来るから、原爆ってこんなものなのかっていうのを、いわゆる資料、文字の資料とか写真とは違って、やっぱ丸木さんたちの筆で描いた絵の力ってすごく大きいから、広島にあったら G7 サミットの時に、まあ各国の首脳がね、絶対もう人類は核兵器使っちゃあかんなっていうふうに、心で感じると思うんですよ。それがアートの力。でもそれが実現しなかったんですね、いろんな事情があってね。で、翻って沖縄戦の図、その経験があったので、2人は沖縄戦の図は沖縄に置きたいって願うんですよ。で、その願いを聞いて、佐喜眞さんがその自分の先祖の土地を米軍の基地の一部に入ったのを返還してもらって、美術館を建てて、で、あそこに、まあ、沖縄戦の図をずっと置くことができるようになった。で、それが、実は、今、戦争のことを考えるときに、まあ、沖縄っていうのはやっぱり、本土とは違って、もう、基地から何から、いろんなことが全部沖縄に、こう、しわ寄せがいってるじゃないですか。で、そこに、絵があるってことは、実はやっぱり、これからの平和が、沖縄から、こう、平和の一つのメッセージを送る小さな南の島っていう感じがすごく、あそこに絵があることでより強くなった
ったんじゃないかと思うんですね。だから、はい、最後のメッセージで言えば、ぜひ映画を見てもらって、で、沖縄はすごく自然もいいし、海も綺麗なんで、もう絶対あの、素晴らしい食事も芸能もいいから、沖縄に皆さん旅行された時に、一応その中の一つとして美術館にも寄るというふうになったら、すごく嬉しいですね。いや、もうこれ本当に思うんですけど、あの、映画見て、あの、沖縄行って、あの、佐喜眞美術館に行くっていうツアーを組んだ方がいいですよ、これ本当に。本当にね、それ、本当にあの、こう世代は幅広くていいもんね、中学生や高校生行ってほしいし、うんうん。はい。もうなんだったら、あの、なんか沖縄のその映画館的なところで、映画を見て、佐喜眞行くとかっていうふうに、もうなんかそういうパッケージがあれば、もう一番僕は伝わるような気がしますね。それは理想的だよね、本当に ね。本当に、はい。あの、各地から飛行機で行くっていうより、飛行機で行って沖縄で見て、その場でそのまま見ちゃうみたいな、はい。もうそれができれば実現するようになるといいですね、本当に。ありがとうございます。本当に。いいえ、とんでもないです。はい。よく見ていただいて、感謝です。はい、いやいや、とんでもないです。僕は本当にこの作品に関してはすごく感動しましたし、いろんなことを教えて、僕も実は三線アーティストに知り合いが何人かいたりとかして、あ、本当、うん、そうです。だから、その、まあ、彼、彼女たちから、ぬちど宝っていう言葉は、すごい聞いていて、で、まあ、本当、沖縄ならではの、表現の仕方だなってすごく思っていたので、まあ、この映画の中でもぬちど宝っていうのがやっぱりすごいテーマに流れてると思うんですよね、はい、でそれはすごく感じましたので、ぜひたくさんの方に見ていただけるように、まあ、我々も頑張って応援したいなと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、丸木入り丸木都市、沖縄戦の全14部の監督でいらっしゃいます川村監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ聞いてください。はい。